リセールお化けの車があるんですよ。いわゆるですね、鉄板グレードですね。もう新車がね、オーダーできない状態なんですよね。査定結果はこんないくやっぱり車体価格超えてんじゃないのこれ。いつも WCWorksTV をご覧いただき、ありがとうございます。このチャンネルでは、誰にでも簡単に車を綺麗にできる方法やコツをお伝えしております。ニューウェブ予選、ウエストカーはい、ということで、今回もですね、前回に引き続き、誰にでも簡単に車を綺麗にできる方法やコツではないんですが、半導体不足による新車の納期の遅延、その影響で中古車価格が高騰している今、車を売るといくらになるのかという検証をしていきたいなと思います。前回の動画では、僕のね、ジムニー JB64 ですね、の見積もり検証を行ったんですが、今回はね、別の車の検証をしていきたいと思います。さあ、行くぞ。これね、前回見積もったジムニーなんですが、今日はこちら30後期のアルファードですね。これも、僕の以前の動画だったり、あとはインスタとかにもね、ちょくちょく出してるんですが、僕の家族のね、所有してる車になります。グレードは 2.5 の S の C パケ、いわゆるですね、リセール考えた時の鉄板グレードですね、と言われてるグレード、そしてカラーになります。カラーはホワイトパールクリスタルシャインということで、オプションは見えますかね、サンルーフ、これもね、買う時に販売店さんから絶対つけた方がいいって言われたんでつけたのと、あとはナビですね、10インチやったかな、一番いいナビ、モップって言うんでしたっけ、ではないんですが、10インチのナビ、アドバイザーだったりね、その他もろもろついてます。走行距離は1万8000キロですね。で、納車は2019年の4月なんで3年ちょい経ってます。3年半ぐらいかな。で、買った時の価格、多分530万ぐらいあると思うんですよね、車両価格が。今回このアルファードの見積もりやっていきたいと思うんですが、アルファード、この方はですね、今半導体の不足で新車の納期が伸びていること、プラス来年にフルモデルチェンジを迎えているんで、もう新車がね、オーダーできない状態なんですよね。でもこの方、30の後期になってからものすごく今人気の状態だということで、状態によっては新車価格を余裕で上回るようなね、中古車もあったりするんで、今日はね、そういった意味で前回のジムニー以上に期待ができるかなと思います。これは強敵だな。はい、では早速査定を進めていきたいと思います。今日使用するのは前回も使用したモータの車買取一括査定です。このサービスはですね、車のね、査定にありがちな営業電話のラッシュ、そして実車を見てからじゃないと査定額を出せませんっていうことがない、ネット上でね、完結できる新しいサービスとなってます。なので僕みたいにですね、気軽に現状のね、相場を確認したいっていう方にはおすすめできるサービスなんじゃないかなと思います。では早速やっていきましょう。2回目やからな。まず車種、アルファードですね、令和1年式 2.5 の SC パッケージ、外色はホワイト、事故歴なし、走行距離が1万8000やったんで2万までですね。2万キロ。未定と。お名前が、車の情報これだけですからね。楽ちんですよね。希望時間帯は夜の方がいいかな。以上で必須項目のご入力は完了です。ありがとうございましたと。任意項目をご入力いただくことにより、査定額アップが期待できますということで、返済はなし、金融ワンオーナー、点検ボディ、カーナビ、バックカメラ、スマートキー、フルエアロではないのか、レザー、サンルーフ、
エンドリアゲート、アルミ、イルサルグア、乗り換え検討は現状なしと。車検が令和6年の4月だったかな。え、あれって CVT なの？あ、2.5 は CVT なんか。なるほどな。写真か。で、決定と。同意して一括査定に申し込むと。はい。会社の査定を開始します。査定結果の提示は2022年11月23日18時の予定ですと。ぜひお楽しみにお待ちください。ということで、これでね、とりあえず査定が出るのを待ちたいと思います。こんなはずでは。はい、では翌日の18時以降になりました。早速ですね、査定結果確認していきたいと思います。査定結果マイページをご確認ください。モーター車買い取りの査定期間が終了しました。1店舗より査定結果が届いています。これジムニーと同じですね。じゃあ早速、はい、ではログインしますよ。以下の店舗に原車確認を依頼しました。店舗から日程調整の連絡が入ります。今しばらくお待ちくださいと。ということで、さて、305機アルファード、査定結果は、おー、くらえ、430から480万。やるじゃないか。やばいな。こんな行く、やっぱり。え？だって、車体価格、超えてんじゃないのこれ。いや、そんなことないか。500、あ、そうか。まあ、でも、3年以上乗ってますからね。それでこんだけ残ったら、十分やな。すげえな、アルファード今。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、前回に引き続き、モータの車買取一括査定のサービスを使って、305機アルファードの下取り価格を検証してみました。まあね、やっぱりいきますね、値段ね。430から480。もっと上がる可能性あるんじゃないですかね、実車見てもらったら。本当、傷とかもないしね。綺麗な状態なんで。まあこれ前回もお話ししたんですけど、サービス自体は本当に気軽に使えるので、今この中古車価格が高騰している現状でね、自分の車、今だったらいくらぐらいになるんだろうって気にされてる方、たくさんいらっしゃると思うんで、そういった方にぴったりのサービスなんじゃないかなと思います。で、今日はね、アルファードで検証したんですが、もしね、この車でこんな値段が出たよとかいうのがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。モーターの車買い取り一括査定のサービスについては、概要欄の方にね、詳細載せておきますので、会社の今の値段が気になるっていう方は、そちらの方から飛んでチェックしていただければなと思います。ということで、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。家計用品の販売や車磨きのコンサル、車磨きのマニュアルの販売等も行っておりますので、ぜひそちらも概要欄の方からチェックしてみてください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。480万。売っちゃおうかな。車を売ったらいくらに。もうね、ほんと状態によっては新車価格を余裕で裏間、305機アルファードの会社の今の値段が気になるっていう